皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今日は中学2年生の歴史、江戸時代の農村についてお話しします。江戸時代、土地を持って年貢を納める百姓、これを本百姓と言いました。これに対して土地を持たない百姓を水飲み百姓と言います。当時の年貢、四公六民とか五公五民というんですけれど、この公というのは年貢の量ですね。四公六民だったら4割は年貢で6割が農民が取るという意味です。五公五民は半分ずつということになりますね。こういう割合で、収穫の4割から5割を年貢に取られていました。この農民、自分たちが取る米の方には次の年に田んぼに植える種もみの量も入っているので、実はね、この割合だと百姓の生活とても苦しかったんです。このため、田畑を売ってしまう百姓がたくさん出ました。田畑を売ってしまうと本百姓じゃなくなるので年貢を取れなくなりますよね。困ります、幕府は。ですから1643年に幕府田畑永代売買禁止令、こういう法律を出して田畑の売り買いを永久に禁止しました。そして1660年から1670年代にかけて役人を各地に送って検地をします。そして耕作者を調べて検地帳に記載しました。もちろん検地というのは年貢をしっかり取るためにしたものですけれど、じゃあどのようにしてしっかり取ろうと考えたか。まず少数の有力農民が支配する古い村、これを解体して数十個の農家からなる新しい村を作っていきます。そして村の境を県地によってはっきりと決めて、村ごとの穀物の生産量を決め、年貢は村の生産高に対してかけるようにしました。つまり年貢は村単位、ね、で納めるようになったということです。で、県地によって農民を独立させて土地を持つ本百姓として年貢をしっかり納めさせると、こういう目的でこの県地は行われました。で、本百姓が増えれば当然年貢も増えるわけですから、本百姓を増やすために幕府や藩、各地で用水路を作って神殿の開発、これを積極的に進めていきます。新しい田んぼができたらここに誰々が耕作すると、本百姓が増えるわけですよね。こうやってこの人から年貢を取ると、こうやって年貢を増やしていくと、こんな工夫をしたいんですね。で、年貢誰が集めるかと、ね、昔だったら守護地頭というのがいて、地頭が年貢の取り立てなんかやってたんですけど、この時代武士城下町に住んでいて農村には住んでいません。このため年貢の取り立ては村役人という人たちがやっていました。村役人というのは、名主、関西では庄屋、組頭、百姓代、この3つがあります。名主、庄屋というのは由緒ある農家、有力農家が受け継いでいくものでした。これに対して組頭は名主とか庄屋の仕事の手伝いをする役目の人です。で、百姓代、これは農民の代表として名主、庄屋、組頭を監視する、こういう役目の人で、江戸時代の中頃からこの仕組みができてきました。百姓代の方ですね。で、幕府は農村をさらに農家5、6個、ね、5、6軒ですね、今の言い方で言ったら、で、5人組というグループを作らせます。そして5人組を作って年貢とか犯罪の防止の共同責任を負わせます。5人組の中でどっか1軒が年貢を払えないとしたら、5人組の中でそのグループでその1軒分を払うと、共同責任と、ね、犯罪を起こしてしまったら5人組が共同で責任を取らなければならないと、このようにして農民を縛っていったわけです。この時代新しい農具もできています。この農具については、ほとんどの
歴史の教科書に絵が載っているので、そちらも見て確認してください。土地を深く耕せる備中桑、さらに脱穀が楽にできる千箱木、さらに玄米ともみ殻をふるい分けする稲米、こういうものが作られました。で、肥料では糞尿とか草木灰に加えてイワシを天日で干した、これ干し蚊と言いますとか、菜種の油を絞った後のカス、ね、油カスなどが使われるようになっています。そして商品作物というものを作られます。17世紀後半になると農村にも貨幣経済が広がっていきます。それまでは物を買うときにはお米とか麦で払っていたんですけど、これがお金で払うようになるんですね。ですから直接お金を稼げる作物、ね、売ることを目的とした綿とか菜種とかタバコ、こういう商品作物を作るようになっていきました。今回は江戸時代の農村についてお話ししました。この赤い丸がついている部分、テストに出やすいところなので、ぜひ、覚えてください。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。